こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2020年の8月20日午後4時を回ったところでございます。先週末は出走がありませんでした。いつ以来かなと思ってこうカレンダーを遡ってみたんですけども、中央競馬の出走がなかったのは4月25、26の土日以来ということで、その週もクロスバローが水沢で出走してましたので、もう長いこと毎週末ですね、出走できているということで、クラブとしては本当に嬉しいことですし、一頭でも多く1レースでも多く出走して勝利を手にできたらなというふうに思っております。さて、今週もトレセンの情報を中心にお伝えしていきたいんですけども、まずはラビエントですね。先週ゲート試験に合格しまして、日曜日に強い調教を行って様子を見ていたんですけども、予定通りですね、木曜日8月20日にノーザンファーム信楽に放牧に出ました。鼻の音ですね、トレセンではそれほど音は気にならずに調整できたということで、一旦信楽でリフレッシュして、再調整してですね、今度はデビューに向けて再び入球するという形になるのかなというふうに思います。で、トレセンに、間もなく入ってこようかという組ですけども、まず北のインパクトですね、こちらは山本トレセンで調整しているんですが、もうだいぶ強い調教始まって、1ハロン14秒13秒というところを今進めているという段階です。早ければ9月の中山開催、間に合わなければその後の東京開催ということで、復帰を目指しております。気温を見ながらですね、日本に、移動する日取りを決めていくのかなということです。それからノーザンファーム天栄で調整中のビンクーロも次の中山開催で復帰を予定しておりまして、こちらも順調に調整が進んでいます。こちらは中山3週目、4週目あたりですかね、芝 1600m ですとか 1800m の番組ありますんで、そのあたりを目標に、こちらも早ければ来週再来週ぐらいにですね、入球するという流れになるかと思います。それからアイワナビリーですね、こちらノーザンファーム天栄で調整中ですけども、こちらもですね、一時期ちょっと蹄が、ちょっともろくて、損傷してたんですけども、その辺もすっかり回復して今は順調に乗り込んでいるということで、10月の東京開催を目指して、今調整を進めています。こちらも今のところ予定通り調整できているので、逆算してですね、見本に戻ってくるのかなというところです。で、ビリーブの妹アイワナスマイルなんですけども、 CU ですとかビリーブはこうだいぶ行きっぷりのいいタイプだったんですけども、この馬は、お父さんが初くらいに変わった影響もあるのかなとは思うんですけども、少し、現状は、おっとりしてるかなというところなので、その辺をですね、行きっぷりをこう促すような感じで進めていくという感じで、もう少し乗り込んでいった方がいいのかなというところで今調整を進めています。それから天栄に放牧に出ましたグランスエーニョなんですけども、こちらは現状ともうまく使えていないというか、前輪駆動という感じですかね、後ろをうまく使えていないという感じで、ともを強化して、少し、しっかり動けるようにですね、再調整する必要がありそうかなということで今進めております。少し時間かかるかもしれないですけども、まだ2歳の夏ですので、なんとかですね立て直して、いい状態でまたトレセンに戻したいなと思っております。それからゴールデンレシオですね、こちらは山本トレセンで調整中なんですけども、だいぶ今状態がいいみたいで、ハンドで1ハロン17秒から16秒というところの調整を進めているということで、かなり国枝先生も期待されていて、この馬の様子はよく聞かれているというふうに聞いてますので、今のペースでいければ東京開催の後半になるかなとは思うんですけども、そこに向けて期できるんじゃないかなと思っております。それから天栄のシンハリングなんですけども、こちらもハンドで順調に調整できてまして、もう近いうちに14秒13秒というところを週に2回調教していくような感じになるかなということでした。こちらも秋の東京ですかね、10月末から11月にかけて、目指して進めていくことになるのかなと思います。相変わらず動きは素晴らしいものがあるというふうに聞いてますので、なんとかいい状態で去年勝った秋の東京開催ですので、そこに向けて復帰できたらなというふうに思っております。さて今週は、北海道のノーザンファームに、矢作先生が
足を運ばれまして、ラブゾーンリーグの様子を見てきたということで、現状の状態を確認した上で、府中牝馬ステークスからエリザベス上杯を目指すということで、そこに向けて逆算して調整を進めていくということです。現在はハンドで、15-15 ですね、ぐらいのところ行ってますけども、だいぶこう状態は上がってきているということで、春のちょっと硬さが残るところから比べるとだいぶほぐれてきているのかなという感じもありますので、なんとかこのままいい状態でトレーサーに戻して、本来の力をレースで発揮できるように進められたらなと思っております。それから吉田ステーブルウエストの組ですね、こちら今4頭入ってますんで、まずスターズプレミアなんですけども、こちら今ちょっとペースを落として体を収縮して走れるように調整し直しているという段階なんですけども、今のところはこういいバランスで走れているということです。勝つことには勝ったんですけども、ちょっと体が伸びて走ってしまうという感じで、上のクラスで戦うにはやはり、その辺を修正していく必要があるということで、今体の使い方もですね修正しているという段階です。それから、ビブランとかだいぶこう動きが良くなってきて、15秒から14秒一ハロンですね、ペースを上げてきました。だいぶこう心身ともに、状態が上がってきたということで、動けるようになってきて気持ちにも余裕が出てきたということなんで、このまま順調に上げていければ、そんなに遠くないうちにですねトレーサーに戻りさせるのかなというふうに思います。アイスブラストなんですけども、ちょっと気持ちの面で前向きさが今足りないということなんで、しっかり食べさせて動かして、こう気持ちが乗っていくようにですね合わせまで調整をしていきたいということでした。もう少し乗り込んでいって、コンディションを上げられればなと思います。で、オーロアドーネですけども、こちらもですね、今あまり状態が良くないということで、気持ちはあるんですけど、体がついてこないというか、ちょっと足さばきが硬くて、前足の出が悪いということなので、しっかりとほぐしながらですね体を使えるように進めていきたいなと思っております。こちらも今吉田ウエストに移動して間もない段階でもありますので、環境に慣らしながら状態を上げていって、しっかり走れるように持っていきたいなと思っております。宇治田原優勝ステーブルにおりますネクサスハート、こちらは調整のピッチャー上がってきまして、今週は火曜日にラスト3ハロン 15.9、13.4、13.3 ということで、だいぶしっかりとしたこう調教を進めているかなという感じです。単走で少しふわっとしながらこれぐらい動けているということなんで、これからさらに良くなると思いますし、いいフォームを相変わらずしているということなんで、このまま乗り進めていければいい形でトレースに戻せるのかなと思います。こちらは9月の、上旬の気球を目指して今調整しております。ということで、今週末は出走が、4頭になりました。まず土曜日、8月22日小倉で、フランク・エトワールが2戦目、芝 1800m の未勝利戦に出走します。今週ハンドで追い切ったんですけども、馬なりでですね、疲れを残さないように、順調に追い切れたかなというところですね。ちょっと暑いですし、小倉への輸送もありますんで、その辺も考慮しながら追い切りをかけたというところです。ちょっと先週の段階で、ソヨが出そうかなという雰囲気があるということだったんですけども、今週追い切っても特に気になるところはないということなんで、状態としてはいい状態で出走できるんではないかなと思います。デビュー戦がねなかなか骨っぽい相手の中で、見せ場を十分作っての4着でしたので、2戦目の今回なんとか決めたいなというふうに思っております。土曜日は、新潟でも出走がありまして、ハーツシンフォニーが芝 2400m の未勝利戦に出走します。今週はウッドチップコースで追い切りまして、5ハロン67秒3、姉妹12秒3ということで、しっかり追われて、状態は上がってきたかなというところです。芝の長いところはやっぱり体型とかですね、動きから言っても長いところ向きかなという感じなんで、2400m に出走できるというのは非常にいい材料なのかなと思います。あとは精神面、工夫しながら調整はしてもらってるんですけども、しっかりと走り切れるかどうか、今回岩田康成騎手で、しっかりと馬を動かしてくれるジョッキーですので、そのあたりにも期待したいなというふうに思っています。
それから日曜日なんですけれども小倉でディープモンスターが芝 1800m の新馬戦に出走します。頭数が結構多くて、出走できるかなというところも、まあ、除外の心配をしていたんですけども、まあ、無事に出走が叶いまして、まずそこがほっと一安心かなというところです。まあ、動きに関しては先週しっかり追われていい動きを見せてましたし、今週は竹田が騎手が乗って、シュートチップコースで6アロン84秒9姉妹が12秒1ということで、まあ、除外もあったんで、除外の可能性もあったので、まあ、少し内容を控えたということなんですけど、まあ、それでもね姉妹しっかり動いて、合わせまで先着してますんで、まあ、十分に体制は整ったのかなというところです。まあ、武井豊騎手もかなりいい感触をつかんでくれたということで、おとなしくて大丈夫かなというふうに思ったけども、最後の直線の反応は良かったということなんで、まあ、無駄なことをしなくて頭がいいという評価をしてくれたようなので、まあ、その辺はお父さんのディープインパクト譲りのところもあるのかなというふうに思います。まあ、しっかりね調教の通り動いてくれれば、競馬でも走ってくれれば、自分勝ち負けできるレベルにあると思いますので、なんとか新馬勝ち決められればなと思っております。で、最後にクロスバローが、日曜日の水沢で、出走が決まりました。水沢3レースですね、のダート 1400m に高松良騎手で出走するということになりました。まあ、このあと9月に、盛岡で芝の開催がありまして、まあ、そこにいかにいい形で、向かうかということで、一度ここを使って、叩いた上で向かおうということになったんですけども、まあ、ただ、まあ、今回完全に叩き台かというと、まあ、実際にこの条件でもダート 1100m で勝っている馬ですし、まあ、十分力を出し切ってくれればやれるものは持ってるのかなというふうに思います。まあ、一番いいのは勝って次の芝に向かうということなので、放牧を挟んで立て直したということもありますんで、なんとかいい結果を残してくれないかなと思っております。ということで、今週末の出走4頭なんですけども、まあ、それとは別に札幌記念ですね。今週末は真夏の一大イベント札幌記念が行われます。まあ、今年のメンバー見てますと、まあ、ちょっと今募集中の馬に関係のある馬もいるかなというところで、ウォークロニクル2019の金進農耕が出走しますので、ちょっとこの辺も注目してみたいなというふうに思っております。まあ、去年のセレクトセールで、まあ、ラブゾンリューがオークス勝ったということで表彰を受けたんですけども、その時に壇上で横に並んでたのが、まあ、ノームコアでビクトリアマイルを勝った池谷オーナーで、その時にちょっと壇上で少しお話をしたんですけども、まあ、かなり気さくな方で、まあ、こんな表彰があるなんて知らなかったよ、ユニクロで服を上着を買ってきたよという話をしてまして、長年中央競馬で馬を持たれているオーナーですけども、本当気さくな方で、まあ、新座者の私はちょっと恐縮してしまったんですけども、その年に買ったウォークロニクルの2019が、まあ、ノームコアの金進で、まあ、ちょっと 何か縁のようなものも感じますし、またこのノームコアがですね活躍することによって、ウォークロニクル2019も注目されて、また価値も上がってくるかなと思うので、そういった意味でもちょっと注目してみたいなというふうに思っています。まあ、また馬券は別に考えますけども、それとは別にですね、どんな競馬をしてくれるのか、本当に、まあ、G2 といっても、まあ、G1 に昇格してもいいんじゃないかっていう声もよくある G2 ですし、まあ、それだけ価値の高いレースなんで、まあ、心情的にもちょっと応援したい気持ちもありますし、まあ、クラブ的にもですね頑張ってほしいなという気持ちも持っております。ということで、まあ、クラブの4頭の出走に、期待しつつですね、ちょっと札幌記念の方も注目してみたいなと思っております。ということで、まあ、暑いですけれども今週末の競馬もどうぞよろしくお願いいたします。